ということで皆さんこんにちは、島吉です。今回はですね、6月9日のイベント告知をさせてください。6月9日日曜日、そばどころ木村&島吉スカイ TV のコラボイベントのご案内です。山形県は山形市片谷地にございます。そばどころ木村さんのですね、裏手の駐車場になります。合算岳祭りということで開催したいなというふうに思います。このイベントでは当日ですね、そばどころ木村さんの特別メニューなども登場しまして、ワンコインで楽しめる絶品そばだったり、合算岳を使ったですね、美味しいたけのこ汁、さらにはですね、炭火焼きの合算岳をですね、皆さんに無料提供いたします。そして今回はですね、なんと島吉スカイ TV にですね、いろんな方がですね、出演してくださってるんですけども、その中の皆さんもですね、参加予定です。で、開催時間はですね、 AM 11時から2時までの開催となります。場所の方は先ほども申し上げた通り、山形県は山形市片谷地にございます。そばどころ木村さんになります。住所の方はですね、概要欄の方にありますので、ぜひぜひそちらですね、ご確認の上、6月9日日曜日はですね、ぜひ皆さんのお越しをお待ちしております。それでは本編行ってみましょう。じゃんじゃがじゃんじゃんじゃん、じゃんかじゃがじゃんじゃんじゃん、きのこのこのこ元気な子。はーい、オッケーオッケー。はい、島吉です。いつもご視聴ありがとうございます。またもやあいにくの雨ですということでですね、ちょっと山の方に来ているんですけども、あいにくの雨ですので、今日ちょっと目的があって来ました。というのがですね、ちょっと私ですね、今まであまり取ったことないもの、実はですね、今回なんですけども、板取りというものをちょっと取っていこうかなと思います。なんかですね、板取り結構ですね、美味しい美味しいっていう風になんか昔食ったことあるんですけど、あまり記憶がなくてですね、今回なんか自分で調理したものを食べるという風なことしたことなかったんですよ。誰かが作ったものを食べるなんていうことはあったんですけども、自分でこう調理をして食べるという工程をですね、やったことがないので、今日はですね、ちょっと板取り、まあ誰でも簡単に取れる、道端で取れる板取り、これをですね、ちょっと料理をして食べていこうかなと思います。まずはですね、板取りを採取していきましょう。まあまあ板取りですね、結構板取り取っている専門の人がいるんですけど、ですね、なんか30センチ未満がいいよっていうふうに言ってたんですよ。ですので、だいたいですね、測ってるわけじゃないんですけど、目で見で太さとですね、だいたい30センチ以内のものちょっと取っていこうかなと思います。まあ、ささっとですね、これ板取りはまあどこにでもあるので、ささっと取れると思うんで、ちょっとザルいっぱいぐらいに取っていこうかなと思います。まあ、葉っぱは落としていった方がいいですね、これ。あんまりですね、葉っぱ出てないやつの方がいいのかも。よいしょ、これら辺で。あー、でもこれ硬いな、切った感じ硬い、切った感じが硬いので、なんて言うんですかね、切った感じが硬いので、新芽の部分持ってった方がいいのかな、もしかして。途中から切って、板取りは結構高知県が有名だと思うんですけど、これですね、始末が大変なんですよ、多分っていうか、ほぼほぼ始末が大変ですね。なんかこういう細いのよりもなんかあれだな、なんか太い方がなんか柔らかいような気がする。ほら、多分これゼンマイと一緒で、多分切れるところからですね、なんか切っていいんだと思うんですよね。おっと、危ねえ、危ねえ、滑る、やべ、このまま落ちてったなんていうことあると悪いので、ちょっと取りやすいところで取りましょう。危ね、ちょっと雨降ってるので、よいしょ、刺さっていきましょう。ささっと、この辺根元だと多分ですね、あ、でも硬いのあるんだな、やっぱり硬いのある。どうなのかね、これ。ちょっといろいろ取ってってやってみましょう。硬いな、これやっぱり切った感じ硬いもん。板取りのですね、出たばっかりの新芽っていうのは結構食べるんですけど、
なんかあんまりですね、30センチのものなんて言われましたけど、さ、これ上の方がいいんじゃない、やっぱり上の方取ってって、上の方だとなんか柔らかい感じですね、なんか切った感じも。うわ、太い太いのいっぱいあるんで全然あれですけど、うわ、今日何度あるんだ、寒い、めちゃくちゃ寒い寒い寒い、多分通り雨ですねこれ。最近山通り雨多くて、なんかこんな風にですね、なんかこんな風に葉っぱを取ってるとやはりですね、ちょっとぬるぬるとした感触になりますよね。この新芽を食べてる時もですね、結構ぬるぬるするんですよ。まあだいぶ取れましたね。でも何気にだいぶ取れます。だいぶっていうか、あれ、そうですよね、この辺一帯がですね、イタドリの群生地なので、まあ一瞬で、たった5分ぐらいでどっさり取れると思うので、さあこれをですね、今度持ち帰って、ちょっと調理をしてみたいと思います。めっちゃ柔らかいのと硬いのがあるので、なんかオスメスに割れてんのかな。まあこれも奥が深いですね。ちょっとイタドリ、ちょっと勉強した方がいいですね、イタドリ。やっぱこれ伸びてないやつだと硬いのかな、もしかして。ある程度伸びた上の部分の方がなんか柔らかいような気がする。切ってて、ほら、こっちの方がなんか全然切ってて柔らかいですもん。よいしょ。イタドリ結構虫食べますよね、それで。だから虫食べるっていうことは、めっちゃなんか虫も好むっていうことなんでしょうね。やっぱこれは硬いですね。太いから硬いとか、なんかそういうことではなさそうな気がしますね。ポンと音するんですよ。ほら。で、この部分です。味噌汁とかにして美味しいの、この部分。このまだ袋がかぶってる状態の部分を、味噌汁とかにして食べると美味しいんですよ。ぬるぬるっとして、私結構好きですこれ。よし、もうぼちぼちいいかな、ぼちぼち。なんかこのまま取ってるとずっと永遠と取ってそうですね。なんかさっさっさ。でもこれ保存食になるってすごいですよね。もう全然やったことがないので分かんないです。さあ、あといいでしょう。なんかあまり持ち帰るとですね、ちょっと嫁に叱られそうなので、これぐらいでいいでしょう。よし、今ささっと5分ぐらいでこれぐらい取れました。これをですね、ちょっと新鮮なまま持ち帰りたいので、ただ新聞紙に包むだけなんですけども、さあこれをどう調理するということなんですけど、まあいろいろありますよね。なんか豚肉とかと、なんか豚肉とかとも結構相性がいいらしいので、あとはなんかイタドリのシナチクバンみたいな感じのものも作れるみたいですよね。よし、さあ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 、さあそれではこれを持ち帰って調理をしてみたいと思います。ほらよっと、ということで今戻りまして、板取りを軽く洗いまして、それからですね、ここの葉っぱの部分を取って、ちょっと頭の部分だけちょっとカットしていきます。これ緑やつと赤いやつなんだよ、板取り。品種の違いだと思うんだけど。板取りやって触ったことないからね。ちょっと作ったのを買ったことある。この皮を剥いていく作業がですね、めちゃくちゃ大変なんですけども、これ一旦皮を剥いて、で、切ってですね、一回湯がいていきます。アク抜きをするイメージで一旦ですね、80度くらいのお湯で湯がいていきます。さあそれでは皮を剥いていきます。あ、ちなみにですね、こっちの頭の部分、これこの頭の部分はですね、ちょっと後でちょっと天ぷらでもちょっと試したいなと思います。これもしかしてよ、島津大変だから多分みんな食わないのかな。うん、みんな一緒じゃん。これは大変だな。吹きだって一緒じゃん。いや、まあそれはそうだけど、吹きみたいなもんでしょ、だって。
なんかこのピューラーくる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 回って、これ意味なくない？っていうかこれほら茎みたいに手で向けるんだけど、これピューラーいらないですね。手で向いた方が早いですね。これ茎みたいにすればいいんだよ。いやこれはでも下処理大変だね。でも茎もこうやって食うからね。まあ、いいんだよ、こう適当にカットして、うん、美味しく見えればいいんだよ。美味しく見えれば、美味しくないことがありました。ざっくり3分ぐらい、2、3分だな。いい感じの色になってきた。色が変わった時点で水に冷やしていきます。まあ、ぼちぼちいいな。よし、水だ。いいんだよ。一回こっちだ。あったでよ。いいよ。よし、この状態で一晩ちょっと置いて冷やして、一晩揚げ抜きするために、うん、今日夜ちょっと一回あれだな、水交換して揚げ抜きして。こんにちは。どうぞ。はい、突撃。本日の食材です。何かを作る一品。ウド、いいな。フギノトは違います。今日もアザミや。違います。笑われるよ、次は。ボケあやら、あ、いだどりだ。正解。一応湯がいで水を探してきたから、うん、それはね、もし天ぷら突っ込んだらと思って持ってきたね、捨てずに。いだどりのこれは油炒めだな。油炒め、何でもいいよ。いだどり取ってきても結構もないし、よく一人だと思う。いいよ、いっぺつくていいな。出張されると思ってるよ。でも、タイミング入れるのもいい。ごま油醤油。醤油。カボチャ。カボチャ、すっごいな。グラニュー牛乳。お。汁は？汁もいって。あ、汁かな。せっかくの汁飛ばしたのにね。せっかく汁飛ばしたのに。おお、サバ缶。ね。これちなみに高知県が有名だからね、イタドリって。全国でもトップに有名だから、高知県の人が見たらどう思うかっていう。もうこの感覚からするともううどの方式だもんね。ね。でも絶対合うべね。美味しそう。香りもいいね。美味しそう。うまいと思うよ。ハモの味何？イタドリになんとサバ缶。仕上げに。はい。ごま油。なんでしょう、あんなにいっぱいと。鷹の爪とか入れる、うん、絶対うまいね。な、子供用、子供用でちょっといて。今ね、ちょっと大人はピリ辛です。うん、大人用な形成とかでちょっと盛り付けてみたいね。あ、盛り付けしてみたいね。うん、うまいもんは、もうその時点でマジでうまそうじゃないんでも。うまいもんね。うん、絶対うまい。あー、なるほどね。こんなもんでどうでしょう。じゃあ、ちょっと完成ですか。はい、まず1品目、子供用。ああ、子供用。はい、イタドリ用ですね。これは醤油で味付けした後に、あ、あれですね、これはサバ缶、サバ缶を入れて醤油で味付けして、それでごま油を少々と、最後にアクセントに白ごまで。ちょっと量が多いので半分は子供用に、半分は大人用に、ちょっとこれから辛味を入れていくという。いいね。辛くないのことやっぱ入れるで。
めっちゃ辛そうだなと思うよ、すごく、ね、金も入ってるし。まあまあでも辛い方が絶対うまそう。でも大丈夫なの、ちょっとめっちゃ辛い。種も入ってるからね。いやでも絶対うまいと思うよこれ。お酒のあてみたいな。うん、うまいと思う。なんか結果なんか豚肉あんまいらねえ気みたいだね。ね、サバ缶とかちょっと安い材料でね。安い、いやまあいいんだけど。肉ももったいないじゃん。はい。ひき肉とかでもいいかもね。あー、なるほど。さあ、大人用が完成しました。これは、鷹の爪入りの大人バージョン。辛いべかね。辛いべかね。ほんと、辛み出にどう思うよ。長い間、炒め出にが。あ、でも、匂いすげえうまそう。マジで辛い？何辛いの？美味しい。うまい？嘘。うまそうだもん。でも、うん、最後のごま油いらねがったみたいな気もする。大丈夫だ。大丈夫。サバ缶の油からね、うん、意外とね、うん、まあこれうまい。ということで今回はですね、こちら板取りを取りまして、板取りを一回湯がいてですね、あのアク抜きをしたんですよ。それをですね、油炒めをしてサバ缶を投入して、これはですね、鷹の爪も投入されています。これは大人バージョンなんですけど、辛みを抜くと子供も食べられるのかなというふうな、今回の突撃レシピはこちらでした。概要欄の方にですね、レシピ等を載せておきますので、皆さんそちらご覧になって、もしですね、あの高知県の方、本場の高知県の方見てて、うん、この料理が美味しいんだよ本当はっていう、その板取りの料理は本場はこれなんだよっていうのをもしあったら教えてください。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。何でその拍手なの。何でその毎回拍手なの。